いきます。はい、昭和の車が大好きな80ガレージインパクト香川直哉です。はい、今日も秀樹さんがせっせと新車の準備をしております。これコーティングですね。はい、もう秀樹さんしかできませんからね、うちはコーティングが。はい、じゃあ今日はですね、その新車とかも扱ってるよ編を送りたいと思います。ステップちゃん納車までしばらくお待ちください。秀樹さん頑張ってね、よろしくお願いします。つかんのよ、もう緩まん、なんでここどういうこと、つかんの、水水もうワイ今から乗って出ようとしたにアイテムが1個足りないんだよ。もう岩ちゃん目やな、もう岩ちゃんせっかちやけんな。ほんと大丈夫、抜けん、こんなグラグラしていいものなの。今日は僕のお友達のお父さんのお車を納車に行きます。新車の納車になります。お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。 Y30 VIP 仕様、これで行こうとは思っておりますよ、納車に。いや、やっと時短が終わったぜ、大分も。飲みまくりの食いまくりやで、これから。ここ大分駅、ビッグシティやね。スタバがあると都会って感じがする。なんかこうスタバイコール都会の飲み物頼みきらん、 SML そんな感じで表記してくれると分かりやすいんやけど、なんかとりあえず通るってすぐ言う、通るしか単語知らんねん。サイズは通るで。本当はめちゃくちゃでけえの飲みてえ時もなぜか通る。トヨタ大分、大分駅売店にやってまいりました。開発ディーラーマン、はいどうも、はいどうぞどうぞ。大分駅売店の清原と申します。はい、こちらトヨタ系はネッツ系はこちらで、はい、で今回こちらですね、僕の友達のお父様にこれやろ、はい、ヤリスクロス、はい、ヤリスクロス納車させていただきます。はい、よろしくお願いします。します。出す件後ろついていく、僕先でいいですか。うん、先。いいよね、この色、金運アップって感じよね。後ろでオーラを浴びながら納車に向かおう。あー、アプローチ、はあ、すごいアクティブ。はい、ね、僕が悪いんですよ、最近100打ちますね。普通に打ちますね。おー、一生100打たんわとか言おったんですけど、普通に打ちました。はい、インパクト納車グッズ、はい、チーズ。すいません、ありがとうございます。ここで大丈夫ですか。はい、はい、もう新車旧車に関わらずなるべく触らないですね。もう俺の掟、まっすぐ行く分はいいんやけど、バックが苦手。いや、納車は何回やっても感動するね。いや、でも綺麗よな、本ちゃんのお母さんなあ。そんなことより、もうあの秋音やろ、あいつ、あいつ今ちょっと殺人未遂容疑がかかっちゃうんけんな、俺の中で。すぐ行くっすよ。見てこれ、もう死ぬかと思ったんで、あんた海。この体勢わからん。これでホースをこう、足りんけんな、ホース。短いっす。この体勢1時間。何の運動だよ。何の運動だよ、これ。ここバッキバキやね、これ。ほんと、もうあんた、ただでさえ俺体が出んじゃん。ほら。これでもう拷問よ。いや、何も陰謀が、陰謀がなんかインパクト乗っ取り作戦。いや、乗っ取ろうとかじゃない。
納得がいかんけども今日は乗り込むのよ。もう秋代のハイエース、スタタバあるやん、スターレットタバあるやん。ここはやっぱ Y さん入りませんよ、この坂。何シーズンここで過ごしようんだろうな、こいつらは。こうやって最後自然に戻るんやろうな。あ、出た、殺人未遂。殺人未遂、殺人未遂やろあんた。本当のこと言いよう、あれ俺を殺そうとしたやろ。ジェットスキーが沈みかけるとか聞いたことねえで。僕も言ったことない。ジェットグリーム新品ですよ、ジオットや。新品。あれめちゃくちゃ程度いいですね。程度が良かったら沈むわけねえやろ。塩で噛んで。これちょっとフロントバンパーが外れないんです。え、本当。なんで？苦戦中？何それ？これがわからないんですよ。ああ、エアサスかなんかね。そう、つかさどるやつやわ。はい、これをこのネジが、それと後ろのネジ。このネジ。は緩めるだけでいい。あ、これは、ね、緩めるだけでいい。前は完全に取り外さないと。ああ、なるほど、なるほど。いや、これはよかろう、リフトがよかろう。これどうよ、百式。俺百式になったな。百式やん、これいい感じやん。あと黒い色部分も。ああ、なるほどなるほど。おうやるじゃん、アックもできる、やるね。よーし、よしちょっと機嫌が良くなった。なんか中もっと綺麗やったよ、うちにあった時。アックなんか、いやいやって、 それだけ、そこは俺が判断するとこやけ。いやいやっちゅうのは俺が言うとこやけど、あなたなんか毎回は女もだいぶ金色になってきた。あとこれも引き続き頼みますよ。よろしくお願いします。あ、これなんかスターレットターボがあったんやけど、いらんねえね。持って帰っていい？な、何？純ちゃんの？マジかよ、純ちゃん。好きやな、相変わらず。なるほど。なんか崩壊してねえ、あくん。大丈夫これ？本当？イノシシ？これもう完全な自然な崩壊だ。この先俺の Z あるやん、これ。大丈夫なの？大丈夫。保険入ってる。保険入っちゃう、いや、君の保険入っちゃうかもしれない。俺の Z の保険。じゃあね。さーて、疑惑の秋代さん。はい。あの野郎、言い訳ばっかりしやがって、この。めっちゃお腹空いた。ご飯だ、ご飯食ってから。もう、あっくんのとこからすぐ近くのオムライスらどこにも負けない創作オムライスのお店ディッシュ、こういうどこにも負けんわけやけ。おお、ステーキオムライスってすげえ。このほうは何か何でもある、カレーもある。おっ、もう入れちゃった。あっ、出てきた。やべえ、これ見えんわ、こんだけちっちゃかった。まず開けるのが困難。カラーは緑がいいです。ナンバーは8か9がいい。今日ナンバー変えようんけんね、今8に。完璧やん、これ。はぁ。じゃーん。あ、これスープね。今これにかけるんかな。スープいただきます。根菜類がちゃんと入ってますね。いいな、ちゃんとしてくれてるな。うん、あー、うまい。鰹節の風味が、めちゃめちゃ効いてる。だからグアバジュースでしょ、グアバジュース。あー、グアバやわ、美味しい。
なるほどな、うん、まさかいきなりバニラじゃねえやろ。ポテトサラ写真よりはるかに実物がいい。柔らか牛赤身ステーキオムライス、こちらが現物でございます。じゃーん、食べろ食べろジュージュー言うとりますよ。タンパク質取らんかな。タンパク質、タンパク質わさびわさび、うん、おいしい。見てよ、熱々湯気、うん、あ、おいしい。あ、なんか懐かしい。ここいいよこれ、かわいい、柔らか赤、これ最高やな、これ最高。あ、うわ、ね、ほんとにうまいなこれ。晩ご飯じゃん、ぐらい使うじゃん。いいな、こんな早くできるんや。こんなカリカリだよ。あらら、今、やべやべやべ、とかで違う道行きよね、これ運転が下手やな、これやっぱ、ぐちゃぐちゃ脱線しまくるよ、いや、もう大丈夫かよ、おい。イカのとこからよし、よし、シフ、シ、シフ全然切れてねえやん。あ、しかもイカが逃げたイカが逃げ、イカ待ってくれ。ちょっとイカ逃げましたよ。よいしょ。ああ、もういろいろダメやな、ヤゴ。ああ、もういろいろダメやな、これ。うん、うん、ああ、おいしい。うん、うわ、もううわ、めっちゃうまいよ。こんなんさ、うめえに決まっちゃうやん。うめえやん、これ。あ、いかん、大好物のイカが。端まで前を攻めてくる。うんうんうん。うん。いやいや、え、お持ち帰りなんですけど、オーダーしてみました。これすごいな、ここのうち。写真より実物が絶対いいよ。で、ピザも美味しかったしさ、オムライスも美味しかったしさ、ステーキも美味しかった。カレーが美味しくねえわけねえ。カレーいただき、カレーを、じゃあ黒カレーいただき。あ、黒い。あ、おいしい。うん、なんで黒いんやろ。おいしいわ。すっげえ見晴らしがいいやろ。これね、もうデートスポットですよ。方があっちゃうもん、この前からも。うん、おいしい。じゃあ食べました。うまいんだった。ごちそうさまでした。ちょっと昨日のスクワットと腹筋が無駄に終わったかな。プラマイゼロになったかな。サンダーキオのヤタのすぐ下にあるんだよね。怒りをここで収めて帰る。はい、以上、新車の納車編でございました。当店ですね、新車も扱ってますんでですね、新車もうちで買いたいという方はぜひ概要欄よりお問い合わせください。新車でも中古でも何でも売ってますよ。まあでも、あのちょっと旧車に力入れてるのは事実ですので。それじゃあ皆さん、また来てね。じゃあね。電話じゃございませんので、違反じゃございません。